登山計画。2017年3月、強豪大田原高校を含む栃木県の高校登山部7校が、那須塩原市内で3日間の登山講習会を計画します。各校の先生と生徒、総勢55人が参加。1日目は座学講習を行った後に、テントを設営。2日目は5つの班に分かれ、実技講習。3日目は学校ごとに分かれ。 標高 1,915m のチャ茶臼岳山頂を目指します登山競技のインターハイ出場を目指す生徒も多く講習会は若者たちの熱気に満ちていました登山者のプロフィール大田原高校山岳部は登山競技のインターハイ常連校で生徒たちの登山技術の高さは周辺校からも一目置かれています栃木県高等学校体育連盟が主催する 春山安全登山講習会にも12名の部員が参加することになりましたそんな大田原高校山岳部のライバルとして長年しのぎを削っているのが毛岡高校山岳部です大田原高校は9年連続でインターハイ出場を勝ち取っていたのですが前年秋の新人戦で毛岡高校にまさかの敗北リベンジを誓い日々の訓練に励んでいました ところが今年のインターハイ県予選でも、毛岡高校優勢の噂が一部でささやかれていたため、大田原高校山岳部の部員たちは内心穏やかではありません。春山安全登山講習会は、学生たちの登山知識と技術を向上させ、事故を防止することが目的ですが、大田原高校山岳部は、毛岡高校に対するライバル心むき出しで参加します。ところが この猛火高校に勝ちたいという強い思いが講習会では悲劇のきっかけの一つとなってしまいます。大雪警報2017年3月25日栃木県高等学校体育連盟が主催する春山安全登山講習会の開会式が那須塩原市内で開催されました1日目と2日目は予定通りに学科講習や班ごとの雪上訓練が実施され 夜は温泉ににに入り屋外に設営ししたテントに宿泊します最終日に生徒たちが楽しみにしていた学校別の茶臼岳登山を予定していたのですが大きな問題が発生してしまいます3日目の午前3時ごろ関東南岸に低気圧が突如発生20年に一度の大雪となり宇都宮地方気象台は大雪雪崩注意報を発表しました 生徒や教師が寝静まった後に、周辺地域は想定外の大雪となり、安全登山講習会に暗雲が立ち込めます。おいみんな、半端じゃなく雪が積もってるぞ。こんなに降るなんて予報出てなかったよな。午前5時ごろに生徒たちが目を覚ますと、夜間に降り積もった雪でテントが埋まっていたり、半分潰れてしまっていたため、大急ぎで雪かきをして復旧します。最寄りの気象観測機器は、 6時の積雪を31センチと記録周辺は膝丈まで埋まるほど深い積雪となっていました。この積雪では生徒たちがチャウスだけ登山を行うのは危険じゃないでしょうか。登山経験豊富な大田原高校の a 先生、毛岡高校の b 先生、c 先生の3人が集まり、プラン変更を協議します。その結果、生徒の安全を優先してチャウスだけ。登山は中止。その代わり。 雪をかき分けて進むラッセル訓練を中心に行うことに決まりました。また訓練を行うのは樹林帯の尾根までに限定。そこから先の傾斜が急なエリアは雪崩が発生する可能性もあるので立ち入らないようにしようと先生たちの話はまとまりいよいよ雪上訓練が始まります。しかし突然の大雪に見舞われたことで周辺の環境は一変していて。 登山経験豊富な先生たちの想定を超えるほど危険度が高ままっていました危険な道。午前7時50分ごろ、5つの班に分かれた雪上訓練が開始されました。1班から4班は男子生徒だけで構成され、第2ゲレンデの一本木を目指して出発。5班はラッセル経験のない女子生徒のみで構成され、第1ゲレンデを中心に、 歩行訓練を行うことになりました。最寄りの旅館、ニューオータカには、講習会本部が設置され、A 先生が待機。何か問題が発生したら、無線で A 先生に報告する取り決めとなっています。登山の競合大田原高校の生徒のみで構成される一班は、スタートから10分ほどで、あっという間に一本木まで到着します。思ってたほど大変じゃないな。これくらいなら余裕だよ。 次に目指すのは、傾斜が急な樹林帯の尾根。2年生6名、1年生6名の順に、縦1列で隊列を組み、最後尾に登山歴の長い B 先生、その前に若手の D 先生という構成です。順調に進む一般でしたが、20分ほどすると、一人の生徒が足の不調を訴えます。すいません、ちょっと待ってください。足がつりそうなんです。 ここで一行は、樹林帯の斜面を平らにして、しばらく休憩。しばらくすると、後ろから3班が追いついてきたので、他校への対抗意識を燃やす一班は、休憩を切り上げて、再び前進します。8時30分ごろ、傾斜が急な樹林帯の尾根を抜けた一班は、一面雪で覆われた緩やかな斜面に到着します。おいみんな、ここで休憩したら下山するぞ。 事前に訓練場所と決めていた樹林帯の尾根を抜けてしまったので、B 先生はここで雪上訓練を切り上げて下山しようと考えました。しかし、やる気あふれる大田原高校の生徒たちは反論します。さっき休憩したばかりじゃないですか。僕たちは別に疲れてないので、もっと先まで登ってみたいです。B 先生は登山のベテランですが、大田原高校の教員ではないため、 関係性の薄い生徒たちに対して強く指導することができません生徒たちは先へ進みたがってるけど引き返さなくて大丈夫だろうか同じく一般に同行する29歳の D 先生は大田原高校の教員ではありましたが登山歴1年の初心者なので現場で状況判断できるような登山知識を持ち合わせていませんでした B 先生が判断に迷ったその時別の尾根から周辺エリアに詳しい C 先生と2班の毛う高校の生徒たちが登ってきました。1班が危険なエリアに入ったら C 先生が無線で教えてくれるだろう。B 先生は迷った挙句に自分では判断できなかったため C 先生頼みで生徒たちに先へ進む許可を出してしまいます。一方の C 先生は 担当する二班の生徒たちへ気を配るのに精一杯でした一班が予定していた樹林帯の尾根より先へ進んでいくのも気づいたのですが注意するには至りません登山経験豊富な B 先生がついてるしまあ問題は起きないだろうこのように先生たちの間で意思の疎通が不完全でズレが生じたまま雪上訓練は続行してしまいますズレ 樹林隊の尾根から先に進むこと5分。一般の B 先生は、再度生徒たちに下山を提案します。しかし、生徒たちが納得しません。まだ時間的にも余裕はありますよね。もっと雪山の経験積みたいんで、先に進ませてください。大田原高校山岳部の部員たちが、登山続行を熱望するのには、技量を磨く以外にも、理由がありました。 それは後ろから登ってくる2班、猛歌高校のライバル部員たちに違いを見せつけること。インターハイ出場をかけて、しのぎを削る相手よりも、登山記録を伸ばしたかったのでしょう。B 先生の下山の指示に従おうとしません。一方の2班、猛歌高校の生徒たちも、樹林隊の尾根を登りきり、なだらかな雪原まで到着しました。ここでしばらく休憩していると、 風が強くなってきたため、担当の C 先生は下山を決定し、生徒たちも従います。反対に一般は、生徒の熱意に押し切られ、B 先生が登山の続行を許可。総勢14人で構成される一般の隊列は、20メートルほどの長さに伸びていて、膝の深さまである雪を踏み固めながら前進していました。先頭メンバーと最 B 先生まで距離が離れているため、 会話は伝言ゲーム状態スムーズな意思の疎通は図れていませんでした。この先は傾斜が急だから、滑落の危険もあるので戻ろう。このように B 先生が指示を出しても、先頭に伝わる頃には、止まって休憩しよう。と内容が変わってしまいます。逆に生徒たちからも B 先生へ、休憩ばかりでは体が冷えるので、この先の天狗岩まで行ってみたいと希望が伝えられました。 仕方なく B 先生は了承して先へ進んでいきます。ところがこの時一般が足を踏み入れたのはだれの発生する条件が揃った非常に危険なエリアとなっていました。だれは傾斜35度以上の斜面で発生しやすいのですが天狗岩へ続く斜面は傾斜が38度さらに生徒たちの歩く雪面は3センチほどの弱層と呼ばれる滑りやすい雪の上に。 朝方にかけて降り積もった22センチ以上のやや硬い雪が不安定に乗っている危険な状態なだれの発生する条件が揃っていたのですそうとは知らず一般の14人は非常に危険なエリアへ足を踏み入れてしまいました地獄絵図。 8時43分、天狗岩に向かって一般の生徒たちが歩き始めたその時右斜め前方方向7メートルほど先真っ白な雪面上に突然音もなく横一線の亀裂が走ります一体何が起きたのか突然のことで誰も理解が追いつかず声を上げることもできませんそして次の瞬間周辺の地面が丸ごとズルッとずれたかと思うと 一行は一瞬で大量の雪に飲み込まれとてつもない圧力で押し流されてしまいました雪崩が発生したのですこの時の雪崩の時速はおよそ36キロ木造建築が破壊されるほどの衝撃が一般の生徒と教師たちに襲いかかりますやばい雪崩に巻き込まれる雪崩の発生に気づいたイー君はとっさに手にしていたピッケルを地面に突き立てますが後ろ向きに転倒 そのまま雪崩れに飲み込まれ、ものすごい力で押し流されてしまいます。木に引っかかり、ようやく止まった時には、雪崩れ発生地点から200メートルほども流されていました。幸運だったのは、イークの首から上と右足が雪上に突き出ていたこと、雪崩れによる死亡原因の62%は窒息が占めているからです。しかし、雪に埋もれた手足は動かすことができず、 自力ででは這い出すことができませんおーい助けてくれさっきまで一緒に雪山を楽しんでいた仲間たちはどうなってしまったのか恐怖に震えながら E 君は大声で助けを呼び続けますそんな E 君が助けを呼ぶ声を F 君は雪の中で耳にしていましたなだれに巻き込まれた F 君はほぼ直立の状態で頭まですっぽり雪の中に埋没 目の前は真っ暗で、全く身動きが取れませんが、仲間たちの助けを呼ぶ声が、かすかに聞こえてきます。自分が生き延びるためにはどうするべきか。生まれて初めて死を意識した F 君は、必死に考え、決意します。叫べば口に雪が入ってきて、呼吸ができなくなる。叫ぶなら一回だけだ。助けて。閉じていた口を開き、叫び声を上げた F 君でしたが、その直後に、 酸欠で意識を失ってしまいます G 君はなだれに飲み込まれると後ろ向きに回転しながら流され何度か木にぶつかった後に停止左手だけが雪面から突き出ている以外は全身が雪の下に埋没しています流れが止まった雪は徐々に固まっていくのが分かり体がぎゅっと締め付けられ身動きが取れませんそれでもなんとか左腕を少しずつ動かして 口の周りに隙間を作り、口に入っていた雪を舐めて溶かし、呼吸を確保します。一旦落ち着いた G 君が耳を澄ますと、自分の真下から苦しそうな呼吸音が聞こえてきます。もしかして、後ろを歩いていた H が真下に埋まってるのか。おい、H、しっかりしろ、H。必死に呼びかけますが、返事はありません。そして真下から聞こえる呼吸音は、 だんだん荒くなっていった後にやがて何も聞こえなくなってしまいました一般の最後尾にいた B 先生は足元を見ていて顔を上げると前方にいた B 先生と一人の生徒がのけぞるように倒れてきましたそして何が起きたのかわからないまま雪に飲み込まれ吹き飛ばされてしまいましたまるで自分が洗濯乾燥機の中に入れられたかのようにぐるぐると回転しながら 巨大な力に押し流されます。そんな最中に、B 先生は木に激突して、左胸を強打。胸ポケットに入れていた携帯電話が壊れるほどの衝撃で、肋骨を5本骨折して、肺には穴が開き、腹部内出血の重傷を負います。ようやくなだれが止まると、奇跡的に右手と顔が雪の表面から出ていました。右手で顔の雪を払って、呼吸を確保できたのですが、 体の大半は雪面から50センチほど下に埋まっていて動けません樹林帯の尾根を越えた後に下山しようとしていた2班は数メートル進んだところで雪崩に巻き込まれてしまいました1班が流された雪崩の多い沢よりも1本手前の沢に押し流されてしまいます3班と4班は1班の足跡をたどりながらほぼ一緒に尾根を進みなだらかな雪原に到着 しばらくすると一行の視界がいきなり真っ白になり雪崩に巻き込まれ2班と同じ手前の沢に流されます。この雪崩には1班から4班までの生徒と教師のほとんどが巻き込まれて身動きが取れなくなり周辺には助けを呼ぶ学生たちの悲痛な叫び声が響き渡っていました。 とっさになだれに背を向けると、呼吸を確保するため、エアーポケットを作ります。そこから15メートルほど流されると、なだれは止まり、雪の中でうつぶせ状態となります。なんとか自力で雪の中から抜け出した愛先生は、あたりを見回して、ゾッとします。みんななだれに巻き込まれてしまったのか。一体何人がいきうめになってるんだ。雪から突き出た手や足、そこらじゅうから聞こえてくる。 助けを呼ぶ声急いで3班の先生は無事だった生徒たちと救助活動を開始します4班の先生も事なきを得たため本部で待機している a 先生に無線で連絡を入れます大変ですなだれが発生しました応答してください一刻も早く警察や消防への救助要請が必要なのは明らかでしたが a 先生からは応答がありません なんとこの時本部の A 先生はまさか事故が発生するとは思わず待機中に無線機や電話を携帯していませんでしたそのためヨハンの先生からの呼びかけにも気づいていません携帯電話から直接警察に通報するという選択肢もあったとは思うのですが登山講習会では緊急時には無線で A 先生に連絡するという取り決めがあったことや 生産な雪な崩事故を目の当たりにして、教師も生徒も取り乱していたため、誰も携帯電話から通報することはしませんでした。そんな中で、雪崩に巻き込まれた2班から4班の生徒は、一同が協力して、全員無事に救出成功します。しかし、安心はできません。再び雪崩が発生するのを避けるため、先生たちは相談の上、雪崩の通り道となる沢を避け、 尾根に移動しして避難します生徒を尾根に誘導していた4班の先生がふと反対側の沢を見渡すと何かが雪から突き出ていますよく見るとそれは人の手や足です隣の沢でも雪崩に巻き込まれてるもしかして一班の生徒たちなのか急いで手を掘り起こすと埋まっていたのは一班の B 先生でしたすでになだれ発生から約10分が経過 なだれ発生から時間が経つほど生き埋めになった人の生存率は下がります二班から四班の教師と生徒は手分けして救助活動を開始ここで C 先生は無線で本部の A 先生に連絡を入れます一般の生徒何名かがなだれに巻き込まれた模様本部応答願いますしかし一向に A 先生からの応答はありません その頃、女子生徒ばかりのご飯は,は、第一ゲレンデで訓練した後に、第二ゲレンデの一本木まで歩いていました。すると突然、ご飯の先生が携帯する無線に、C 先生から A 先生へ、なだれ発生を知らせる連絡が飛び込んできます。どうやらなだれが発生したようだ。ここも危険かもしれないから、すぐに下山しよう。女子生徒たちと下山を急ぎながら、ご飯の先生は、 A 先生に無線を入れますが、いまだ応答がありません。不安に駆られた先生は、そのまま本部のある旅館へ直行。すると、駐車場で車に荷物を積み込んでいる A 先生を発見します。なんで無線に出ないんですかどうやら生徒たちが雪崩に巻き込まれたようです。すぐに警察と消防に緊急出動を要請してください。ここで初めて雪崩発生を知った A 先生は、 慌てて C 先生と無線で連絡を取り始めます。そして A 先生が警察と消防に通報したのは9時22分。すでになだれ発生から39分が経過していました。一方その頃なだれ発生現場では一般の生徒たちの救出作業が進められていましたが、目を覆いたくなるような悲惨な状況でした。雪の中から掘り起こしても意識不明や、 低体温症で動けない生徒が多数左手だけが雪から突き出た状態だった G くんは助け出されるとすぐに自分も救助活動に参加します。僕の真下に H が埋まっているはずなんです。友人を助けたい一心で必死に雪を掘り起こす G 君しばらくして H はようやく雪の中から救出されたのですがすでに心肺停止状態。 再び息を吹き返すことはありませんでした。その後、雪崩で大きく流されていた5人の生徒を相次いで発見、呼吸を確保するため、顔の部分を真っ先に掘り出しますが、誰も息をしていません。G 君は恐る恐る、体が雪に埋まった友人の首筋に、手を当てますが、脈拍を確認することはできませんでした。5人の周囲の雪は重く、固まっていたため、 それ以上掘り起こすことができず、救助隊の到着を待つこととなりました。地獄11時45分なだれ発生から3時間2分後にようやく警察消防山岳救助隊の救助チームが現場に到着。一気に400人以上で救出活動を開始します。時間の経過を考えれば、生存者は絶望的な状況ですが、雪を掘っていると。 中から小さなうめき声が聞こえてきました生存者がいるぞ急いで掘り進めると一般のアイ君だと判明かろうじて息はありますがうなり声を出すのがやっとなほど体力的に危険な状態ですしっかりするんだアイ君眠っちゃダメだぞ掘り起こされたアイ君は体を簡易テントとブルーシートで包まれ一刻も早く治療するため救助隊が引きずって下山 病院へ救急搬送され、一命を取り留めました。最後に D 先生を発見しましたが、すでに心肺停止状態。まだ二十九歳の若さでした。結果として、今回のなだれ事故では、一般十四人中、生徒七人、先生一人が死亡。二千年以降に日本国内で発生したなだれ事故としては、犠牲者が最も多い。生産な事故となりました。 それぞれの道、多くの命が奪われたなだれ事故は、生き残った生徒、教師たちにも暗い影を落としました。懸命に救助活動を行ったじい君は、生きていることへの罪悪感から、食事が喉を通らなくなってしまいます。なんで仲間たちが命を落として、僕が生き残ったんだろう。亡くなった友達の家を訪問し、遺族にお悔やみの言葉をかけると、どの家でも、 生きてくれてありがとうと慰められ再び生きていく勇気が湧いてきたそうです心肺停止状態で掘り起こされたジェイ君は病院に搬送されると2人の医師が交代で心臓マッサージ母親も病院へ駆けつけ我が子の蘇生を祈りましたがしばらくして心臓マッサージの中止を決断しましたいつか献血して世の中の役に立ちたい 息子の言葉を思い出した母親は医師に臓器提供を相談。J 君の角膜は栃木県のアイバンクに提供されました。うつ伏せで埋まっているところを救出された K 君は悲しみを乗り越え、登山を続けようと決意します。安全な登山について模索しながらスキルを磨き、ついにはアフリカ大陸の最高峰、キリマンジャロ登山を成功させました。本来登山は、 危険なだけでなく、山でしか得られない経験や知識、リスクマネジメントを学ぶことができるスポーツです。山が好き、自然が好きという気持ちだけで、登山はやっていません。まず優先すべきは安全です。一方で、大切な家族の命を唐突に奪われた遺族は、栃木県などに損害賠償を求め訴訟。そして A、B、C 先生は、訓練を安全に行うための、 注意義務を怠ったとして、業務上過失致死容疑で起訴されました。2021年9月、宇都宮地裁は、県と県交代連に、2億9000万円の賠償を命じる判決を下します。刑事裁判でも、2024年5月に、宇都宮地裁は、A、B、C 先生に対し、いずれも禁錮2年の実刑判決を言い渡しました。しかしか 3人の弁護士は、判決を不服として控訴。現在でも裁判は続いています。最後に、今回の事故で亡くなられた方のご冥福をお祈りいたします。今回も最後までご視聴いただき、ありがとうございました。